はい、しげちゃんです。ということでね、今日はね、ビットコインの価格がですね、急激に上がりだしたんですよね。また390万円になっておりますと、ね、いうことですね。ワクワクが止まりません。個人的にはですね、あと1回下がってほしいところなんですけど、もうちょっと買いたいからですね。もう結構上がってしまいましたね。220万円ぐらいがそこだったんですかね。ここからもう390万円まで来ましたけどね。まあ一旦250万円ぐらいまで下がってほしいところですけどね、個人的には。そこでちょっと買いたいという思いはありますけども、まあ上がってしまったものはしょうがないですよね。まあなぜ上がっているかと言いますとですね、まあおそらく世界中の銀行とかですね、ファンドがですね、金を買っているんですね。金を買い集めてると。ね、まあ今、基軸通貨であるね、法定通貨がですね、本格的に価値が下がるんじゃないかという目論見もあるんだと思うんですけど、金を買ってるということでね、金の価格が上がっていますよね。で、まあデジタルゴールドって言われるね、ビットコインも少しは買われているという状態がね、まあ、少しは買われているんですよ。とね、いう状態であると思いますけども、で、ゴールドとデジタルゴールドであるビットコイン、どっちがいいのっていう話になるんですけども、まあ伝統的な金融機関であれば、金を選ぶというのが今の現状だと思いますね。ビットコインは電子データですから、何が起こるかわからない、ちょっと怖いっていうイメージがまだあるんだと思いますけどね。それでまだ目に見える現物である金を保有すれば間違いないとね。ビットコインだったら盗まれたり、なんかね、消えちゃったりね、データがね、消えちゃったりね、盗まれちゃったりね。したらまず大事ですからね、ファンドがね。金を間違いないだろうということで、金を買ってると。で、ビットコインも恐る恐るちょっと買ってるというのが今現実なんではないでしょうかね。まあ、金とビットコイン、どっちが勝つのと将来的にね、話になると、これはビットコインだと思いますね。僕は。なぜなら、ビットコインはブロックチェーンを使っているからですね。というのも、ブロックチェーンっていうのは、歴史上最も偉大な発明ですから、それを真っ先にビットコインで使ってるっていうことは、ビットコインの価値っていうのは、ほぼ無限大に近いんじゃないかという思いはありますけどね。皆さんが気がついてないだけでね。というのもね、ありますからね。まあ、面白くなってきましたね。まあ、面白くはないですね。今後ですね、起こることっていうのは、物価がまだまだ上がりますよ。こんなもんじゃないですよ。物価が上がって、電気代も上がると、ね、庶民の生活がどんどん苦しくなる。もう住宅ローンとかがある人、本当大変ですよね。もう食費を切り詰めるしかないっていう話になっちゃいますからね。で、物価が上がると、ね、一日一食でね、過ごさないとしょうがないっていう話になっちゃいますもんね。非常に生きることが難しい世界になると思いますよ、今後は。冗談抜きでね。
これどうやって生きていくのかというところはありとあると思うんですけどね。はい、皆さんも、はい、気をつけて我々と一緒にね、この南極をね乗り越えて行こうではありませんかということでね、はい、チャンネル登録の方お願いいたしますということで、はい、しげっちゃんのこそこそ話でした。はい、では以上にさせていただきます。